ってくれない。ナイスありがとね。だからみんながそうやってね言えば言うほどね、どんどん幼児になって褒めたらよし歩こうってなるんじゃないんだ逆にね。そんな気がする。今日もう湧くしなって言ったの。どうせみんなが今日歩かないからね、叩かれるからしないと。逆にあの叩いたらね、叩いた人のせいで歩けなくなってしまうとね。じゃあみんなのせいにしてるじゃなくて、叩くことはあのよくないでしょ誰しも、ね、人に悪口言っていいよって親に教わりましたが、ね、企画をしましたね。毎日歩きますっていうことを言った？一日ぐらい休憩するとか言った？言ったの？じゃあいいじゃん。ね、徒歩配信はあのやめてないんだからね。障害者をバカにするなんてそれ令和に失礼じゃない？毎日徒歩配信をしますっていうタイトルじゃないからね。毎日してるのでもだって昨日日付変わってるから、今日日付変わって朝歩いてたから。あ、そっか、歩いたじゃん今日10時朝7時間歩いてる。じゃあまだ1日も休んでる日がないんだね、うん、すごいな。みなちゃん絶対いや今日はもうね、本当は帰ろうと思ったんだけど多分終電間に合わなくて帰らないで、本当は帰ろうと思ったんだけど帰らないで、終電なんかなくてね。で一応あの着替えは持ってきたんで、一応ね本当は今日帰る予定だったんだけど帰らないで。いや一応服を持ってきてよかった。あ、そうなの。本当はこう昼ぐらいには雨なのかな。終電まである予定ね。今お腹空いててご飯食べてるのにね、ゆっくり食べたいよ。まなちゃんありがとう。どうした？あ、苦しい。いやだから犬はね、あの1週間の半分ずつあの見るって決めたから、それはね。
お似合いね。どんなとこがお似合い？あと配信許可もらってるんで、充電とかは大丈夫です。もらったよ、ちゃんと、うん、お似合いなって。嘘つきカップル？何を嘘ついたんですか？言ってくださいよ。だから許可取ってるから祝電は聞かないよ。結婚します。ハイボールください。ね、いらないっすよ。いらないですよ。何でその飲ませんの、マジで。今まででさ、実物違うけど、配信でのゼロワンの顔今一番好きかもしれない。可愛くない？今日ね、可愛い。別に そういう可愛くぶってるとかじゃなくて、別にそういうのは可愛くない。単純になんか 目とか可愛い。むくんでて可愛い子、可愛くぶって可愛いとかじゃなくて、
ニヤニヤやばいよ。ズドモンってさ、同じ店に入れないじゃん。何時間ぐらいでさ、チップ発動するの？20分ぐらいか。でも今もう30分経ってるね。本当？前も出たり帰りたい。別にそうじゃないんだけど。お酒飲まないからね。でもゼロも一杯しか飲まないじゃん、基本。2杯だよ。3杯飲む。今コメント見てるかな。疲れちゃう。なんでマグロ嫌いなの？いや、お腹いっぱい飲んじゃったもん。デザートは？いや、いらないの？うん。いや、前さ、元気ないっていうか、今日さ、ゼロワンが寝てずっとマッサージしてたから 2時間半ぐらいしか寝てないのかな。寝不足なの？うん。一杯ぐらい飲めばいいのに。さあ調子出るの？え？一杯ぐらい飲んだら調子出るの？一口飲みな。うん、分かった。一口飲めじゃん。うん。美味しい？うん、やっぱ違うね。違う？うん。時間経ったらさ、お腹いっぱいになるじゃん。ね、なるでしょ。半分こする？あ、いいよ。すいません。あ、生ビール同じのください。はい。やめて、くっさい。本当に臭かった今。結構ね、ムラがあるんで。リップして、なんかもともとさ、根っこが臭いじゃん。だからなんか根元の臭さが今すごかった。歯磨いてたんだけど、ゲップするとなんか多分ここら辺のさ、なんかここら辺にも一匹の臭いさゾーンがあるじゃん、多分そのゾーンが出てきたみたいな感じ。
昨日入ったよ、あのシャワーはね。いや、あのさ、リタイア絶対させないし、でもさ、確かに今日朝まで歩いたから、まあ確かにそこ、まあセーフだよね、今日だって歩いてるからね。お風呂入っても臭いよ、なんかあの、なんていうの、毛穴、あの、こうやってこう、掘ると臭いよ。だから髪の毛とか嗅ぎ分けと臭い。嗅ぎ分けた毛穴が臭い。でも前、あの、なんていうの、あの、臭い匂いって、そんな抵抗ないんだよね。だから加齢臭とかちょっと好きかもしれない。うん、いや落ち着く。いや、ミサミサ見たよ。なんか離婚芸みたいなのってさ、前もやってたじゃん。で、今回2度目じゃん。で、なんかホテル配信してたけどさ、あの、で、これから家を探すって言ってたけど、またさ、旦那もさ、お金持ってるからさ、新しい部屋を借りてもらってそこで配信するんじゃない？離婚しましたって。うん、台本だと思うよ。だってやっぱ旦那がいたってなるとさ、叩かれるじゃん、ね、だからさ、あの、離婚しましたと。で、あの、特定した人が弁護士に訴える、うん、だから台本と脅し配信、ここに喫煙所あるから、ね、あ、そうなの。お前タバコないんだよね、ちょうだいじゃん。寂しいの。じゃあ、自分も一人で吸ってたよ。よく送ってみ。